はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、週間 1P 当たり選手ランキング、やっていきたいと思います。てことで、今週のアップでマジでめちゃくちゃやばいぞということでやっていこうと思うんですけれども、まずはこちらの週間 1P から解説していきたいと思います。なんと今回ね、この週間 1P 以外にもめっちゃガチャ来てますということで、このアジアカップガチャがもうほんと一気に出しすぎだろっていうくらい来てますよね。そして他にもこれね、めっちゃ右の方行っていただくと、こちら、ここですね、すごい右行ったんですけど、こちらのワールドワイドクラブズということで、一応ねこの毎日1回無料ガチャ券がもらえるエピックガチャの方も来ております。まあこれについてもね他の動画の方で解説していきたいと思います。で他にもいろんな配布選手とかあったんですけれども、まずこの週間 FP ですよ。なんて今回から見てください、これさらにブースターついちゃってますということで、今回からこのブースター週間 FP が始まりました。いやこれもまずめちゃくちゃエグいですよね。で見ていくとこんな感じのラインナップなんですけれども、なんとサラーとイヴァン・マルティンとジェンギズ・ユンデル、すいません後の2人は僕分からないんですけれども、この3名に週間のブースターがついてますというわけで、ちょっと先にねこの週間のブースター何なんだってことは解説していこうと思うんですけれども、この週間のブースターはこんな感じはそれぞれねテクニックとかねパスとかボールキャリーとかブースターいつも通りで、しかもこれブースタープラス3なんですよね。このプラス3もめっちゃ熱いですよね。そしてこの効果発揮条件なんですけれども、こんな感じでライブアップレート評価が B 以上、評価が A の時に最大効果を発揮するということで、まあ、つまりライブアップデートが C だったら発動しないっていうことになりますね。ただまあ A だったらマックスなんで、 B だったら多分ねプラス2とかプラス1とかそんな感じで下がってくるんじゃないかなと思います。このイヴァン・マルティンはテクニックプラス3なんですけれども、これはまあ人によってブースターの内容は変わってくるっていう感じになりますね。はい、まあこんな感じで、まあ、11人の中の3名だけね週間ブースターがついてるわけなんですけれども、いやこれはめちゃくちゃ面白い試みですよね。まあやっぱり目玉はサラになってくるかなと思うんですけれども、僕も最後にねこの週間 FP ガチャ引いていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていっていただけたらなと思います。はい、てことで早速ですね、週間 FP 当たり選手ランキングベスト5やっていきましょう。はい、ということでまず5位はこちらマテウス・クーニャですね。5位に選ばせていただきました。この選手はまあ無課金美課金の方は結構ガチ化で使えるんじゃないかって感じの能力値してますね。見ていきたいと思います。セカンドトップ登録で身長が 184cm の利き足は右利きということで、できるポジションは両ウィング CF SC となっております。まあ個人的にはサイドってよりかは、まあ、中央のセカンドトップで2列目からの飛び出しを生かして使ってあげるのが僕的にはいいんじゃないかなと思ってます。そして能力見ていくとこんな感じで、まあ、全体的にバランスがいい能力してるなっていう感じですね。グランダーパスも8を超えてきますし、ドリブル数値も、ね、結構高いですし、決定力も8乗っかってくると、そして、まあ、スピード89、瞬発が82ってことで、まあ、見た感じめちゃくちゃ強いっていう感じではないかなと思うんですけれども、まあ、全体的にバランスがいいんで使用感的にも、ね、悪くはないんじゃないかなと思います。まあ、あとは身長もね184cm ということで、まあ、めちゃくちゃ小さいわけではないんですけれども、まあ、このぐらいの身長現環境でも結構強いですからね。そして逆足の頻度がややく精度が高い波が不足となっております。でこのクーニャは、まあ、能力者はいまいちな部分あるんですけれども、このスキルがねかなり優秀ということで、まずダブルと足裏を持っていて、根下コントループ、ドロップシュート、ミドルシュート、ワンシュースルーパー、ピンポイントクロスということで、めちゃくちゃ優秀ですよね。まあ、唯一ならワンパ欲しかったかなって感じはあるんですけれども、まあ、でも習慣でこれはかなり良くないですか。ダブルと足裏、根下持ちのミドル、ドロップ、ワンシュースルーパー、ピンポイントクロスということで、まあ、あとはアートスピンキックかな。アートスピンキックとワンパあったら良かったかなって感じがあるんですけれども、まあ、完璧な習慣はね、なかなかいないんで、まあ、これだけでも十分強いんじゃないかなと思います。まあ、正直ね、普段から課金してる方がガチから使えるレベルじゃないのかなと個人的には思うんですけれども、まあ、無課金、美課金の方は獲得したらね、このセカンドトップとかでガチ借りできるんじゃないかなと思います。ぜひね、新たな方は試しに使ってみてください。はい、ということで5位がクーニャでした。続いて4位見ていきます。はい、ということで第4位はこちら、イヴァン・マルティンですね。4位に選ばせていただきました。ここで来ました、週刊ブースターということで、まあ、ブースターがついてはいるんですけれども、個人的には今のところ4位かなっていうところですね、見ていきたいと思います。この選手が身長178センチの、利き足が左利きという。ということで、プレイスタイルが2列目からの飛び出しになってますね。できるポジションが OMF と CMF と右サイドハーフということで、僕的にはまあ中央で使ってあげた方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあどこで使ってあげても2列目からの飛び出し発動するんで、まあこのプレイスタイルは個人的にはかなりいいんじゃないかなと思ってます。そして能力値の前にブースター見ていきますか。ブースターがさっきご紹介したんですけれども、テクニックプラス3ということで、これによってボルコンドリブル、ボールキープ、グランダーパスのパラメーターが3上昇しますね。いや改めてこの3上がるのえぐいですよね。テクニックプラス3も結構いいんじゃないかなと思います。能力見ていくとこんな感じで、まあ、足元数値とパス値、これはめっちゃ高くなりますね。ドリブル91、ボルコン93で、グランダーパス90超えてくるということで、やっぱりブースターってめっちゃ大きいですね。こんだけ90超えてきますと。で、決定力は
77というこれ若干低めなんですけれども、旬がスピード76、瞬発81ということで、まあ正直この数値がねもう少し高かったら僕的にはねランキング上にしても良かったかなという感じがあるんですけれども、若干スピードが低いということで今回4位にさせていただきました。ボディコンもねちょっと低いんでドリブル数値は高いんですけれども、まあ使用感がめちゃくちゃ軽いとはいないのかなといった感じで個人的にはしてますね。逆足の頻度はやや低い、精度はやや低い、波は普通とのおります。そしてスキル見ていくと、こちらダブルタピンポイントクロス、アートスピンキック、チェイシングというわけで、いやスキル少ないっすよね。まあダブルタピンポイントクロス、アートスピンキック、このスキル持ってるのはね個人的にかなり嬉しいというか、まあいいスキル持ってるなといった感じがあるんですけれども、ちょっと少ないというわけで今回4に選ばせていただきました。まあもちろんね無課金無課金の方が使えるんじゃないかなと思うんですけれども、若干ね足の遅さが気になると思うんで、パスも上手いんで僕的にはやっぱりサイドってよりかはこの真ん中 CMF とか OMF で使ってあげるのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで4位がイヴァン・マルティンでした。続いて3位見ていきます。はい、ということで3位はこちらジェンギズ・ユンデルですね。3位に選ばせていただきました。この選手も今回ブースターがついて登場ということで、いやこれ期待されるかなと思うんですけれども、ちょっと見ていきましょう。身長173センチの東側左利きということで、身長結構173センチ、まあ使用感期待できるんじゃないかなと思います。でプレイスタイルがインレシということで、これは好みに分かれそうですよね。両ウィングと両ハーフと OMF ができますということで、インレシをね発動させたくない方は OMF で使うといいと思うんですけれども、両ハーフ両ウィングで使うとインレシが発動してしまいますというわけで、ブースターこちらシュートプラス3ですね。これによってボルコン決定力、結局フィジカルコンタクトのパラメーターが3上昇します。まあこのブースターもねいいんじゃないかなと思います。でそれを踏まえて能力値見ていくとこんな感じで、まあ足元数値はそこそこですかね。ボルコンはブースターの影響で86までいきますと。でまあオフェンスセンスもねスカット入れてあげれば80を超えてきます。でパスもそこそこうまくて決定力も8まで乗っかってきますと。でまあこのスピシュンキック力ですね、これかなり魅力的じゃないですか。スピード92、瞬発94でキック力も90というわけで、やっぱり現環境というかのキック力非常に重要かなというふうに思いますので、このキック力が90まで乗っかってくるのは僕的には結構ね習慣の中でも熱いんじゃないかなと思います。ボディコンも若干低いんで、まあこの選手もね使用感がめちゃくちゃ軽いとは言えないと思うんですけれども、ドリブル数値もね、まあ、身長的にも重くはないのかなと思います。で逆足の頻度が高い、精度が高い、波が普通ということで、逆足が疲れるのはいいポイントですね。でこのユンデル選手はスキル結構優秀ですということで、ダブタルレート持ってて根幹を持ってます。でミドルワンシュースルーパーピンポイントクロスアートスピンキックというわけで、スキルめっちゃ優秀ですよね。ダブタルーレットのフェイント持ちの根幹ミドルワンシュシュート系のスキル持っていて、ピンポイントクロス、スルーパス、アートスピンキックまで持っているということで、まあこの選手はかなりスキル優秀なんじゃないかなと思います。まあ本当はこのボディコンとかねドリブル数値が、ね、高かったら良かったかなって感じはあるんですけれども、まあそこら辺コナミさんねうまく調整したなっていう感じがありますよね。まあでもね十分ガツカレ使える能力値はしてるんじゃないかなと思います。スキルも優秀ということで、僕個人的にはね無印 OMF とかいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで第3位がユンデルでした。続いて2位見ていきます。はい、ということで第2位はこちらサラーですね。2位に選ばせていただきました。いやサラーが2位なのと思った方いるんじゃないかなと思うんですけれども、僕も正直ね1位をめちゃくちゃ期待したんですけど、まあ2位かなといった感じがしましたね。見ていきたいと思います。今回ブースターがついてますということで、身長175センチの利き足が左利きですね。できるポジションが右ウィングのみというわけで、プレイスタイルはチャンスメーカーですね。まあこれ正直ねセンターフォワード適性とかね期待した部分もあるんですけれども、残念ながらセンターフォワードはできませんというわけで、右ウィングのみの適性になってますね。で先にブースター見ていきましょう。こちらブースターがパス3ということで、まさかのパスなんかいというところなんですけれども、グラパフライパスカーブキック力のパラメーターが3上昇しますね。まあでもサラがねパスが上手いっていうのもねなかなか面白いかなと思いますし、個人的なこのキック力とねカーブの数字が上がるのもまあいいポイントかなと思ってます。で能力見ていくと上からこんな感じで、いや足元数値とか90乗っかってくる数値は、ね、一応ないんですよね。まあスカットに入れてあげればオフィスは90を超えてくるかなと思うんですけれども、まあでもパスが上手いですということで、グラパ80超えてきますし、フライパスも75までいきますね。決定力も86ということで、まあさすがにねブリッツカーブのサラにはかなわないなって感じがありますね。そしてスピード瞬発がスピード88、瞬発92ということで、一応スピードまでスカットに上げてあげれば90は乗っかってくるのかなと思います。でボディコン83って感じで、まあなんかどうですか皆さん、これまあまあっていう感じがしますよね。まあメリットとしては今回ねパスが上手いところと、まあキック力も上がっているということで、そういうところはねいいポイントかなと思うんですけれども、正直まあめちゃくちゃ最強とはね言えないかなとは思います。ただまあもちろんねこのサラが弱いわけではないですし、若干期待しすぎたかなって感じがあるんですけれども、まあ今回2位かなってところですかね。で逆足の頻度は普通、精度は高い、波は小さいとなっております。でスキル見ていくと、こちらダブルタ根幹持っててライティングミドルワンシューワンパスルーパスアートスピンキック持ってますということで、相変わらずスキル面は超優秀ですよね。ダブルタ根幹持ちのミドルもワンシュー持っていて、ワンパスルーパスアートスピンキックというわけで、まあサラは本当にスキルめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあスキルこんだけ優秀ですし、一応ブースターのねパスさんの影響も
もあって、パスも上手くなっているといった感じになるので、まあ、十分ガッツから使えるんじゃないかなとは思います。まあ、やっぱり433とかね、ウイングを使ってあげてる方は、まあ、このチャンスメーカーのもしかしたら気になる方もいると思うんですけれども、ワンチャンね、パスも上手いですし、使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。まあ、ブースターがついてね、キック力、パス数値が上がりましたというわけで、なかなか珍しいサラなんで、ぜひ使ってみていただければなと思います。はい、という第2位がモハメド・サラでした。続いてラスト1位見ていきます。はい、ということで、第1位はこちら、ムサ・ディアビですね。1位に選ばせていただきました。いや、まさかのブースターがついてない選手は今回1位なんかやってね、思った方いるんじゃないかなと思うんですけれども、僕的にはまあ、ディアビが一番良かったですね。見ていきたいと思います。今回、OMF 登録ということで、身長170センチの利き足が左利きですね。まずこの身長いいですよね。そして、プレイスタイルが2列目からの飛び出しというわけで、両ウィング、両ハーフ、ST、OMF が、今回のムサ・ディアビもできますね。このムサ・ディアビは、まあ、このポジション適性がね、こんだけ多いのもかなりいいポイントかなと思います。プレイスタイルも嬉しいですよね。そして能力見ていくとこんな感じで、まあめっちゃ強いですね。ドリブルモルコン90超えてきて、グランダーパスもね、ブースターついてないんですけれども、普通にうまいですと。で、決定力が若干低いんですけれども、まあこのスピチュンですね、どっちも90超えてきて、キック力も86まであるってことで、いや、ブースターついてなくても、ムサディアビめちゃくちゃ強いっすよね。そしてボディコンも94まであるんですよ。これも絶対使用感軽いというわけで、まあムサディアビはね、前々から強いと言われているんですけれども、今回のムサディアビもかなり強いんじゃないかなと思います。で、画家商品の方が高い、精度が最高、波が普通ということで、逆足が使えるのもいいポイントかなと思います。そしてスキルはこんな感じです。ダブと足裏持っていて、コンカドロップ、ミドルシュート、ワンパワンシュー持っているということで、このムサディアビもスキル優秀なんですよね。ダブと足裏持ちのシュート系のスキルで、コンカミドルしっかり持っていて、ワンシューワンパということで、今回の習慣このスキルがめっちゃ優秀な選手多いですね。まあでもこのムサディアビはね、ブースターを超えて、まあ、スピシンボディコンこんだけ高くて、逆足も使えて、スキルも優秀で、まあ、ドリブル数値も高いというわけで、まあ、今回僕的には1位なんじゃないかなと思います。まあ、正直ね、タイトル使ってあげてもね、中央で使ってあげても、どこでも使ってあげても強いのかなというふうに思いますので、まあ、今回のムサディアビはかなり大当たりなんじゃないかなと思います。ぜひね、新た方は使ってみてください。はい、ということで1位がムサディアビでした。はい、ということで今回は週間 FP 当たり選手ランキングベスト5やっていたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、正直ね、このロドリとかね、テオ・エルナンデスとか、そういう選手は入らないんかっていう、ね、意見もあると思うんですけれども、ロドリはまあ正直ね、ブロッカーもないですし、足も遅すぎるというのは個人的な意見と、テオに関しても CB になったんですけれども、まあ足は速いんですけどね、ちょっとまあディフェンス力不安かなって感じ、今回はランク外にさせていただきました。まあでもこの手はもう弱くはないと思いますね。個人的には6位か、まあ、5位同率ぐらいなのかなと思ってます。てなわけで今回僕このブースター引いていきたいと思います。ブースターじゃないか、週刊 FP 引いていきたいと思います。いや、これはね、ちょっとブースターね、さすがに欲しい感じがありますね。ちょっとサラーとかも使ってみたいんで、ムサディアビも欲しいんですけれども、まあ一旦サラー感じは正直ある。え、これって火上がったらなんかとかあるんだっけ、週刊って。頼む。え、マジでこのまず一体はブースター欲しいな、これ。あ、え、サラじゃないこれ。あ、うん、違う、誰だっけこのトルコリーグの。え、これ40名誰だ。ガラタサライのやつを紹介してないよな。いや、バルダクシュ選手。いや、これ俺知らないんだけど、これはちょっと外れっぽいな。はい、それでは2回目引いていきたいと思います。ちょっとね、今若干ガラタサライユニでリバプルユニと惑わされたけど、これの光はないやつ、これ。え、これ光ないと関係あんのか、これ。頼む、待ってきてくれ。ブースター、え、サラ、え、テオ、テオだ。いや、待って、いや、マジサラ欲しいって。それでは課金分ラスト1回いきたいと思います。ちょっとこれマジでね、俺ちょっと期待したい。ラスト1回、お、火が出てるぞ。でも火があると関係ないのか。テオできたしな。赤湯に、赤湯に、ちょっとフェイントが過ぎてるから。あ、違う。え、誰だこれ。え、誰これ、ポルトガル、誰だっけ。え、スポルティングリスボン、終わったわ。はい、ということで今回僕はランキングベスト5に入った方誰も獲得できませんでしたというわけで、無料分にかけようかなと思うんですけれども、皆さんもぜひね、新た選手コメント欄で教えてください。マジでブースターサラー使いたかったな。はい、こんな感じでイフトボールの方が毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。